町田の声は俺の理想の声なんだガヤガヤと賑わっている店内に宮本の声が響き渡った周囲の視線を感じ僕は身を縮めてうつむいた恥ずかしくて顔を上げることができないましてや声を出すことなんて今この状況で僕の声に興味を持った人は少なからずいるはずだそして 僕が少しでも声を発した途端大したことないじゃん」とがっかりされる「ごめんなんか熱くなって」宮本は声のトーンを少し落とした「俺は脚本家を目指しているんだ」顔を上げると宮本の表情はこれまでになく真剣なものになっていた。 脚本家ドラマや映画の脚本を書く人だというくらいの認識はある母さんは時々テレビを見ながら「やっぱりこの人の話は面白いわね」などと言っているけれど僕にはそれが脚本家のことなのか原作の小説家のことなのかすらわからないだから放送部に入る宮本の熱意は感じるけれどどうにもピンとこない。 文芸部じゃなくて確か文化部一覧に載っていた。本を書くのならこちらではないか。いや、放送部なんだ宮本は譲らない。もう一度放送部のチラシを見たものの、どこが脚本家に通じるところなのかわからない。これ 宮本が指を指した。作品制作の項目だこの作品というのはドラマのことなんだラジオやテレビのなるほどようやく脚本家と放送部がつながった放送部とはそんなことをするのかともチラシに一言書いておけばいいのにと思ったもののそれが載っていたとしても 僕のような初めから興味のない奴は読みもしないのだから効果は同じなのだろう。俺はラジオドラマを作りたいだから宮本は再び僕をまっすぐ見つめた。町田一緒に放送部に入ろう俺の作るドラマにはお前の声が必要なんだ。 帰宅してどっと疲れが込み上げてきたのは入学初日だからというよりは宮本雅也に捕まってしまったからだ食事に誘ったのは僕ではあるけれど放送部に入ろう部活に誘われたのは2度目だ1度目は山岸亮太に誘われて陸上部に。 もしもあの時声をかけられなかったら、僕は何部に入っていただろうどんな中学生活を送っていただろう何をしていたにしろ、苦い思いも残ったけれど、あれほど充実した日々を送ることはできなかったはずだ。しかし、今度も、とは思えない。陸上部と放送部、 どちらも学校の部活動ではあるけれど陸上で得られた充足感を放送部で得られるわけがない所詮文化部だだけど宮本は放送部に入るために政界学院を受けたと言っていた将来脚本家になるために将来のための部活動という選択の仕方があることに初めて思い至った 将来の夢を僕はこれまで真剣に考えたことがない。中3の進路調査表にそれを記入する欄はあったけれど、未定と書いた。夢はもっと身近なところにあったからだ。陸上の個人種目の地区大会、県大会。駅伝の地区大会、県大会。 そこでベストの成果を上げることが僕の夢でありそこのみに向かって努力を重ねていた僕に何年も先のことを思い描くという発想はなかった政界学院で陸上部に入る。この夢が交通事故という一瞬の出来事で破れ僕がこれまでつなげてきたものはついえてしまった駅伝みたいだなと思う 僕が強制リタイアさせられたのは人生の難区あたりだったのだろう。これからまた新しいレースが始まるのだろうか。